ナイスタチンは、ポリエン系構成物質の一つである。細胞膜のエルゴステロールと結合し、膜に昇降を作り、細胞内物質の流出と細胞外物質の流入を引き起こすことにより殺菌的に作用する。カンジダの治療に使用されるが、人毒性が強いため、消化管カンジダ症目的の蛍光投与を含めて、局所的に使用される。 海外ではオムツカブレや皮膚カンジダ症、食道カンジダ症、膣内イリスト菌感染症に使用される。感染リスクの高い患者に対して予防的にも用いられる。皮膚に塗布した場合に多く見られる副作用は、灼熱感、創用、発疹である。蛍光灯余時の副作用は嘔吐及び下痢である。妊婦の膣カンジダ症への局所使用は安全であると、されるが、 他の財経では検討されていない。1950年、放線菌のストレプトマイセス属に属する、ストレプトマイセスノルセから、エリザベス平然とレイチェル・フラー・ブラウンが発見し、発見地のニューヨーク州の頭文字を取って命名された。不必須薬品モデルリストに収載されている。日本で承認されている効能、効果は、漢字田による、消化管漢字画症である。 皮膚、膣高校、食道のカンジだ感染症は、通常ナイスタチン化量に良好に反応する。海外では多様な在定が存在する。傾向ナイスタチンは、CD4 数が減少している、エイズ患者や癌科学療法試行中の患者等、心筋感染症リスクの高い患者に対して、予防的に用いられる。肝移植後の患者への適用についても検討されたが、 予防効果、侵襲的感染治療、致死的感染の回復については、フルコナゾールの方が勝っていた。国定出生体重時の侵襲的感染症罹患及び死亡の予防に有効であることが知られており、臨床的にも使われるが、フルコナゾールの方が効果が高い。ガイドラインでは、新生児集中治療室で、 心筋感染症リスクの高い超低質性、体重時のみに使用を限るべきとしている。リポソーム風乳ナイスタチンは市販されていないが、インビトロでの活性はアムホテリシン B のコロイド製剤よりも高く、一部のアムホテリシン B 体性心筋にも有効である。これは、新種性アスペルギルス症やアムホテリシン B 体性心筋などの治療困難な、 全身性感染症への選択肢となる可能性を示唆している。さらに、リポソームナイスタチンはアムホテリシン b よりも人毒性が低いと思われる。クリプト国家附属もまたナイスタチンに感染である。英国では、乳児ンジダ症への傾向投与は1ヶ月度以上に制限されている。1ヶ月年未満の新生児にはミコナゾールが用いられる。投与量は、 単位と呼ばれ、海外での投与量は、高校感染症に用いる10万単位から、腸管感染症の100万単位まで様々である。消化管からは吸収されないので、薬物相互作用を考慮する必要は普通はない。しかし、傾向、傾窒、経皮投与後に吸収されて血中に現れることが、時折あり、毒性が出現する。 添付文書に記載されている重大な副作用は、皮膚粘膜癌症候群である。日本で使用される錠剤の場合は、5%以上に、発疹、騒用感などの過敏症状が、0.1%以上5%未満に、悪疹、嘔吐、食欲不振、下痢などの消化器症状が出現する。海外の蛍光圏脱液では下痢、腹痛の他、稀に、貧脈、 気管支痙攣、顔面主張、筋痛が出現する。蛍光剤と外用剤に共通する副作用として、過敏症状、スティーブンス・ジョンソン症候群、発疹、創用感、灼熱感、急性反発性発疹性脳包症がある。アムホテリシン B や、ナタマイシンと同じく、ナイスタチンは、心筋の細胞膜の主成分であるエルゴステロールに結合する。 濃度が十分に高ければ、ナイスタチンは、細胞膜に穴を形成し、細胞内系の漏出と酸性化を導き、細胞死に至らしめる。エルゴステロールは真剣に特異的な成分であり、動物細胞や植物細胞には作用しない。しかしながら、哺乳類のステロールであるコレステロールに対しても、結合するため、様々な全身効果、毒性が現れる。ナイスタチンが、 血中に現れた場合に出現する人毒性もその一つである。ナイスタチン A1 はストレプトマイセスノルセによって生合成される。この活性な化合物の構造はポリエンマクロライド管とデオキシアミノ糖の一種である D ミコサミドを特徴とする。ナイスタチンのゲノム配列はポリケチド読み込みモジュール5つのポリケチド合成酵素モジュール2つの チオエステラーゼが存在することを明らかにした。これにより、マクロライドの生合成が、ポリケチド合成酵素 I 経路によることが判明した。マクロライド間の生合成に続けて、GDP マンロース脱水酵素、P451 酸化酵素、アミン転移酵素、糖転移酵素が、間の後就職を実施する。以下に、酵母ナイスタチンの生合成経路を示す。 エリザベス平前ト・イレーチェルフラー・ブラウン1955年他の多くの更新金材と同じようにナイスタチンは新生細菌由来の物質である1950年に初めて土壌細菌であるストレプトマイセスノルセから分離された細菌目のノルセは土壌を採取した農場の所有者にちなむニストトンの名前は研究所のある ニューヨーク州の頭文字を取って1954年に命名された。青カビの繁殖したみかん一部に事前にナイスタチンが塗布されている。細胞生物学の研究では、ナイスタチンは、哺乳動物細胞の脂質ラフトカベオラエンドサイトオシスケーローの阻害剤として 3Gml 前後の濃度で使用されている。特定の場合、ナイスタチンは、 美術品の防火ビに応用される。例えば、1966年のイタリアールの川の洪水の異物等である。ナイスタチンは、電気生理学の分野では、細胞の先行パッチクランプ記録法に利用される。記録ピペットにロードされた時にのみ、外音に対する透過性を持つ細胞膜光を形成するので、細胞の内容物を流出させることなく電流の、 測定を可能にする。血中濃度が高い場合の毒性の高さから注射剤の形では用いられないが過去に研究されたことがある。ありがとうございます。